満州国吉林省吉林市小山勝事件とは1945年8月13日に満州国吉林省で南満州鉄道系都線が九大駅と吉林駅の間の小山勝で武装した暴民に襲われ日本人避難民が強姦虐殺され集団自決した事件。1945年8月9日未明にソビエト連邦が満州国へ侵攻した。 満州国を防衛する立場にあった関東軍は、米を相手とする港田戦線への兵力抽出で弱体化していたため、総司令部を新疆から南満州の通貨に移し、満州南部と朝鮮半島を最終防衛ラインとして、ソビエト軍の進行を食い止める作戦行動に移った。8月10日、正午前に関東軍は避難民の移送を決定し、 第一列車は8月10日午後6時、出発予定としたため、当初の輸送順序である民、官、軍の家族の順ではなく、連絡のつきやすい軍人の家族を第一人として、避難の誘い水とすることとした。8月11日昼までに、軍、官関係者の家族を中心とした約3万8000人が18本の避難列車で移送された。8月11日午後には、 民間の避難民も新京駅に集まるようになった。8月13日になると満州国皇室は新京から南満州の臨港を目指して特別列車で脱出することになり、同日午前1時50分に満州国皇室一行490名を乗せた特別列車が新京を出発した。 特別列車に次いで14時10分に出発した2番列車が事件に巻き込まれることになる。新京を出発した避難列車が旧大駅に到着すると鎌などで武装した暴民たちが待ち構えていた。列車警備の万人鉄道公安官たちは避難民に暴力が振るわれない限りにおいて暴民の老石を黙認したため暴民たちは客車に乱入して避難民から金品を奪っていった。 その後、九大駅を出発した列車はいくつかの小さな駅を停車することなく素通りした。夕刻にキツリン盆地に抜ける小山勝トンネルに差し掛かろうとしたところ、小銃で武装した暴民たちが線路を焼き払い、待ち構えていた。列車がやむなく停止すると、暴民たちは客車に乱入し、鉄道公安官の拳銃を奪い取るとともに、縛り上げた後、日本女性たちを車外に連れ出して、 林間を始めた。暴民たちは抵抗する者は射殺し、女性が抱いている乳児は窓から放り投げて殺害した。このため、100人以上の女性たちが崖から谷底に飛び降りて自決した。避難民たちは事件を知らせるために次々と死者を送り出したが、暴民たちによってトンネルにたどり着く前に射殺されていった。唯一、谷底に転落した13歳の少女だけが、 不傷しながらも5キロ先の駅にたどり着いて事件を知らせることができた。知らせを受けた関東軍第一方面軍所属の吉林駐屯中の松下部隊から池内少佐率いる1個、大体600名が列車で派遣され、8月14日午前5時半頃に事件現場に到着した。日本女性を抱きながら眠り込んでいた暴民たちは、日本軍の到着を知るや、否や、 逃走を試みるか女性たちを盾に立てこもったが、日本軍によって次々に射殺、または捕獲された。日本軍は暴民を鎮圧すると、直ちに線路を復旧し、列車は通過に到着した。同市の避難民収容所に収容された避難民たちは、後に通過事件に巻き込まれることになった。ありがとうございます。